あんな華麗にな。トルストイ。前回の続きからです。私は誰も任しはせん。ただ自分で靴を脱いで、おまけにそれを戸の外へ出しておかにはならん。それだけのことですよ。朝になると起き出して、早速着替えをして、サロンへお茶を飲みに行かにはならん始末ですよ。ところが国によればまるで別ですって。朝も悠々と目を覚まして、ちょいと何かに腹を立てて小言を言って十分正気に帰ってから、何から何までとっくりと考える。すべて急がず慌てずにな。しかし時は金なりですよ。あなたはそれを忘れていらっしゃる。と大佐は注意した。時といってどんな時です。そりゃ時によると、丸一月分に50個ペイカぐらいしか出せないこともあれば、30分の間に一文も取れんことがありますのでな。そうだろう、母ちゃんか。お前どうしたんだね。ひどくつまらなそうな顔をしとるが。私どうもしませんわ。あなた一体どこへ。もっとゆっくりしていらっしゃい。と彼はワーレンカの方へ振り向いた。私家へ帰らなくちゃなりませんの。とワーレンカは立ちながら言い、またキャッキャと笑い出した。やっと笑いが収まると、彼女はいとまを告げ、帽子を取りに家の中へ入った。キチイはその後からついていった。ワーレンカさえも今は彼女の目に別人のように映ってきたのである。それは別に悪くなったわけではないが、前に想像していたのとは違ってきたのである。ああ、こんなに笑ったことは久しいことなかったわ。傘やハンドバッグを集めながらワーレンカはこう言った。なんていい方でしょうね、あなたのお父様は。キチイは黙っていた。今度いつお目にかかりましょう。とワーレンカは聞いた。ママはペトロフさんのところへ行くって言ってるんですけど、あなたもいらっしゃる？とキチイはワーレンカを試すつもりでこう言った。私参りますわ。とワーレンカは答えた。あの一家は出発の用意をしていますから、荷造りのお手伝いをするようにお約束しましたの。じゃあ私も行きますわ。いいえ、なんだってあなた。なぜ？とキチイは目をいっぱいに見開きながら、ワーレンカをやるまいとパラソルに手をかけていった。いえ、待ってちょうだい。なぜですの？何でもないの。だってお父様もお帰りになったことだし、それにあそこでもあなたがいらっしゃると窮屈があるでしょうから。いや、言ってちょうだい。どうして私がペテロフさんのところへしょっちゅう行くのをお望みにならないの？だってあなた望んでいらっしゃらないようでしょ。なぜですの？私そんなこと言いはしませんでしたわ。とワーレンカは落ち着いた声で言った。いいえ、お願いですから言ってちょうだい。すっかり言ってしまいましょうか。とワーレンカは聞いた。ええ、すっかり。とキチイは引き取った。いやね、それには何も取り立てて言うほどのことはないのよ。ただミハイル・アレクセーブナが元は早く引き上げると言ってらしたのに、今度は立つのが嫌になってきたんですの。とワーレンカは微笑みながら言った。で、それで？とキチイは沈んだ目でワーレンカを見つめながらせき立てた。
でね、どうしたわけか、アンナ・パブローブナが、あの人が立ちたがらないのは、あなたがここにいらっしゃるからだ、と、そう言ったんですの。もちろんそれはまずかったんですけど、つまりそのためにあなたのことから喧嘩が起こったんですのよ。何分ご存知の通り、ああいう病人は勘が強いですからね。父はいよいよ顔を曇らせながら押したまっていた。ワーレンカは自分の言葉の効果を和らげ、相手を落ち着かせようと努めながら一人で喋っていた。彼女は爆発が近づいてくるのを見ながら、それが涙になるか言葉になるか見当がつかなかった。ですからね、あなたはいらっしゃらない方がいいのよ。ね、あなた、お分かりになるでしょう。気を悪くなさらないでね。自業自得なんだわ。自業自得なんだわ。ワーレンカの手からパラソルをひったくって、友の目をちょっと外した方角を見ながら、吉井は早口に言い出した。ワーレンカは友の子供らしい憤りを見て、ニコッと笑おうとしたが、気を悪くされてはと遠慮した。何が自業自得なんですの？私わかりませんわ。と彼女は言った。自業自得というのはね、こんなこと何もかも見せかけだったからですわ。みんな真心から出たんじゃなくて、考え出したことだったんですわ。よその人なんか私に何の用があるでしょう。現にそのために私は夫婦喧嘩のもとになってしまいました。私が誰にも頼まれもしないことをしたからだわ。何もかも見せかけだからよ。見せかけだわ。見せかけだわ。だって何のために見せかけをなさる必要があるんですの？とワーレンカは静かに言った。ああ、なんて馬鹿げているんでしょう。なんて忌まわしい。私、何の必要もなかったんですわ。何もかも見せかけよ。と彼女はパラソルを開けたり、すぼめたりしながら言った。でもどんな目的で？自分をよく見せたいためですわ。世間の前で、自分の前で、神様の前で、みんな騙すためだったんですわ。いえ、もうこれからそんな誘惑には乗りません。たとえ悪い人間でも、とにかく嘘つきの面かぶりにはなりませんわ。まあ、誰が嘘つきなんですの？とワーレンカはなじるように言った。あなたのおっしゃることを聞いているとまるで。しかしキチーは劇場の発作に襲われていた。彼女は相手にしまいまで言わせなかった。私あなたのことを言ってるんじゃなくてよ。決してあなたのことじゃありません。あなたは完成そのものですもの。ええ、あなた方がみんな完成された人だってことは私承知しています。でも私がいけない人間だからってどうしようがあるんでしょう。もし私が悪い人間でなかったらこういうことにならなかったでしょうか。してみると私は面なんかかぶらないでありのままの人間でいますわ。アンナ・パブローブナなんかに何も関係ありはしませんわ。あの人たちはどうとも好きなように暮らしたらいいんです。私は私の好きなようにするから、私これより他の人間にはなれません。こんなことはみんな見当違いですわ。